マージャンファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日は第38期法戦 A1 リーグ第10節 B 卓の戦いをお届けしてまいります。実況は私、古橋隆が、そして本日の解説は広柴田プロにお越しいただきました。柴さん、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、では早速本日の出場選手を紹介してまいりましょう。まずはこの方です。トータルポイントマイナス 107.9 ポイント第11位杉浦寛介、続いてトータルポイントプラス 111.3 ポイント第3位古川浩二、続いてトータルポイントマイナス 43.0 ポイント第9位今野慎太郎、最後にトータルポイントマイナス 156.0 ポイント第12位西川潤。はい、以上の4名によって本日の対局が行われます。では 10節 A 卓終了時の成績をご覧いただきましょう。はい、本日は3位古川、9位今野、11位杉浦、12位西川の対戦となります。柴さん、今日の見どころをお願いいたします。まあ、上位の古川さんはもちろんなんですけど、はい、やっぱり下の西川さんが今日、うん、杉浦さんにね、はい、猛チャージかけるのではという、ね、猛チャージ、はい、そうですね、思って、それで今野さんは巻き込まれないようにっていう感じですかね、うん、はい、やっぱりそのあたりのね、まあ、下位争いといいますか、うん、注目していきたいと思います。ありがとうございます。はい、では対局の準備整ったようです。第38期法戦 A1 リーグ第10節 B 卓1回戦の東海の開始です。はい、立ち会い人は藤原貴博プロが務めます。さあ、1回戦はちーちゃから杉浦、なんちゃに古川、しゃーちゃに今野、ペーちゃに西川という並びです。本局ドラは数万。さあ、柴さん、今日は改めてよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ね、柴さんは安定した、非常に安定した成績でね。誰が3回戦ボーイだよ。見てんだよ、これね。見てますね、はい。見てからな。3回戦ボーイ、広柴田に、お越しいただいて。それ、僕が言ったんじゃないんじゃないかな。ね、寛介が言ったんですよ、寛介さんが、はい。あんまり気を悪くしないよ、ね。はい、まあ、あの話全然変わって、はい、まあ、さっきね聞いたんですけど、やっぱり古川、杉浦っていうこのチューブとね、はい、戦いがちょっとそうなんですよね。まあ、古川浩二は、もうチューブ本部のレジェンドですけれども、うん、まあ、杉浦はね、あのチューブ本部所属ではないんですが、チューブというか愛知県を、うん、こうね、拠点として活動していますから、うん、非常に古川とはね、もう入った時から麻雀を教わっているというね、うん、去年なんか、あ、去年始まりで確か、はい、今年は杉寛介がいるから出てきたみたいななんてこと言ってましたよね。あ、始まりで言ってましたね、うん、はい、ちょっと迷ってたんだけどっていうふうにね、うん、言ってましたよね。寛介とやるために今季俺は、ね、この状況下でも出てきたんだというね。いいよね、そんなこと言われたらね。本当ですよね。東京で言えばね、うん、まあ荒さんとか森山さんとか有効さんとかにそうやって言われる、ね、うん、ね、ようなもんですからね、現状。古川さん忘れてないじゃないですか。忘れ可能性、俺そんなこと言ったっけっていう可能性はありますけど、ね、実際言ってましたから、うん、ね、ね、はい。さあ、その古川、さあ今度は、いや、松森さんこうイベコとか、はい、チートイツ、数アンコまであるよね。ありますね、ローソーから入れば数アンコまで。今季、まあね、手順次第では第3元数アンコ上がっていたかもしれないというね。ありましたね、最初の序盤でね、はい、ありましたから。ちょっと第3元はないですけど、数アンコぐらいは思い出したくないよな、はい、上がって、まあね、第3元といえばね、一人いらっしゃいましたけど、僕、去年、今年か、今年ですよ、今年だ、はい、去年は2位走じゃないですか。確かに、はい、さあ、天敗です。すごいよね。ここはリーチ行きました、古川、うん、だけど、これ結構古川ってこういうの闇手にするパターンもあるじゃないですか、うん、ね、今回リーチ行きましたよ。確かに挨拶代わりみたいなのですか。挨拶代わり、街もまあ良さそうですね。リャンソー1枚、ウーソー1枚切れていて、想像の下は結構安い。確かにリャンゾーとか、あー、ただね、西川さんが3枚持ってるんですよ。あ、確かに、なんか2枚目のイーソー確か手出しだったんで、ちょっと臭いよね。はい、確かに考えると、まあ、ただね、役なしですから。
でもきっとそういう問題じゃないんだよね、臭いとかそういうね、はい。さあ動いていったぞ、谷川の天杯だ、完治ピン待ち、ドラマ1個ある。こういうのってやっぱ仕掛けていった方がいいんですか。いやーこれ、いや、まあ、今流れちゃいましたけど、泣くのが自然なのか泣かないのが自然なのかとかね、難しいよね、はい、柴田さんも結構なんかどっちもあるじゃないですか。うん、これまあね、泣かないのやりすぎかなとか思うよね。まあチーピンとかはね泣きやすかったからね。チーピンはそうですよね、泣いてりゃんめん現物待ちということで、ちょっとこれはどうなるかね。現物りゃんまんがありますが、続く、あ、まあ一番切っちゃってんのかね。ピンもあるか、そうですね、イースマフリテン、でも2万じゃないから、うん、カンチーピンは2枚あって、ヤンウソもおそらく2枚ですね。2対2。今野さんもチートイツのイーシャンテで粘ってる、粘ってます、今野は粘ってます。まあまあまあ、リャンマンが2度受けあるかどうかっていうところですか。あ、神茶のね、西川さん、はい、で3万が全部見えてるでしょ。あ、ノーチャンスですね、本当だ、うんうん、でリャンマンはいや、まあ共産杯で残したいのかもしれないね。2万は打てるけど、今打ってイーシャンテンだけど、うん、3万をどうするかっていう間ですね、今のは、うん、3万嫌な牌だね。3万は嫌ですね、うん、西川さんにまた、あ、ダメだもんね、これは急ピンになっちゃうんじゃない、よれちゃったもんね、はい、ヤンウソ当たり入る、行くかな。いやでも目に見えて、見えすぎてる、6枚見えてるヤンウソ、うん、中筋のローピン切ってでパーピン続くかとかですか。おお、反撃態勢と、これは3万勝負するんでしょ う, だろう、ね、さあ杉浦追いついたぞ、いい、ね、はい、取った、はい、取った、入った、はい、入ってロンだった、入った、取った、これ入ればリーチですもんね、おそらく実装は、ね、すぎる。ただね、貫禄、まあ西川が、まあ、ローピン打たなければリャンウスを打つんでしょうから、古川の上がりだったんで、古橋さんとか泣かなそうだよね、泣かなそう、3万勝負がローピンチに見合ってないから、だから引いたら3万勝負だからね、はい、古橋さんだったらもうこの、ね、1万1600ですね、もう古橋さんだったらね、本当に欲しい、11.6 ポイント欲しい、ね、今12位ですよね、調べちゃいました、知ってますね1万3って上がったら僕のポジションならめちゃめちゃ嬉しいですよ、ね、いやだけどね、親番でね、カンちゃん泣いて、確かに4年待ち難しい、ちょうど難しいよね、3万勝負見合わない、守備的な人は泣かないかもね、うん、見合わなくはないですもんね、親番転敗ということで、いや難しいよね、麻雀はやっぱそこら辺は、だからまたさっきよね、自然か自然かみたいな考えたんですね。そうですね。うん。地層もほとんどないんで、断層積もった。8枚目です。8枚目の男古川。これ杉がローピン流れてるのは見てるんで。そうだね。でも数値層見えてないから、ね、眺めはまた変なところで。さあまずは挨拶代わりの500戦です。杉浦対古川の中部対決、うん、さあ古川上がった4番を迎えます。この2局関西君大変だね、西川さんとも勝負しなきゃいけないし、ね、古川さんとも勝負、もう古川でもポイント的には関係ないんですけどね、ほとんど確かに、いやでもねえ、いいですよね、僕もね、これちょっと僕の話で申し訳ないんですけど、うんうんうん、僕静岡支部じゃないですか、うんうんうん、僕望月さんとリーグ戦やった時は、うんうん、結構なんか、うん、いつやったの、3年ぐらい前 A2 で、あ、はいはいはい、本当に結構ね、うん、いろんな感情がね、猿川さんとやった時はそうでもなかったですけど、なるほどね、望月さんとやった時はね、やっぱね、違うね、うん、確かにちょっと特別な感情が、やっぱちょっと気持ちが高ぶるし ね、 ね、そうなんですよ、うん、なんかここまでそ僕来ましたよっていうのをちょっと見せつけ、はい、ね、頑張りたくなるね、うん、確かにそれはありますね、その時ね、猿川さんも越にいて、それ猿川さん言いたかったんだけど、そんなことない、そんなことない猿川さんはね、友達みたいな感じで、うん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 、関さんはやっぱちょっとね、感慨深いものってやつよね、うん、あ、
僕も本野さんとありましたよ。あ、そうだそうだ、そうそうそう、本野さんと、本野さんと僕ね、ちょっとそう昔一緒に働いた時とかあって、はい、本野さんずっとね A2 だったんですけど、僕入ったばっかで。そう、上司的なやつですか、本野さん、うん、なんか同僚みたいな、同僚みたいな感じだったけど、やっぱり本野さんに勝てないですもん、僕麻雀で。もう勝ってますよ今はね、今のところ、はい、今も超えたっていう感じですか。そんなこと言ってない本当にそう、いやすごい、僕いろんなものを本野さんから教わってますから、あの直接じゃないよ、見て見て、はい、見て盗んだわけですね、はい、僕はね、アサシンだけに、うん、ちょっと分かんないけど、よく言うんですけど、はい、そう、それは結構知らないね、うん、ファンの方もいっぱいいますよ、うん、藤島さんからは特に何も盗んでないんですよね。あ、何も、はい、すいません、はい、失礼しました。よくご存じで、はい、藤島さんとも多分ね、うん、そうだね、一緒にね、同期だし、そうだね、交わし方みたいな、ね、人間関係の交わし方みたいな、あんま関係ないところの交わし方を学んだわけですね、藤島さんからは。もう機械の話みたいな、はい、でもね、やっぱ柴田さんだと周りに同期にいっぱい強い人、うん、まあ柴田さんも多分そっち側の人だと思うんですけどね、いっぱい学ぶ機会は、うん、ね、山田さん特に強かったな、ヒロさん、僕山田さん、研修の時から本人に言ってないけどね、言ってないけど、うん、言ってないエピソードいっぱいあるんだよね。やっぱ当時あれですか、その山田さんが一番こう一目置かれていたというか、あ、僕研修ってのあるね、プロリーグに研修、はい、うん、やっぱもうなんか強かったから見てたよね、あ、なんかすごいな、一番僕の目で一番、あ、うん、そうなんですね、わかりました、まあね、あ、取りましょう。ただね、これパーピンが邪魔なんだ、ね、ドラですね、はい、で本一にはちょっとね、ネックが、ただチュン出ますよ、動けない、動かない動かない動かない。さあ今度は絶好のペンチーピンを引き入れたドラ表示合いですからね、これは嬉しい。でもあえて古川さんに対してこっから発信したら、うん、チートイツですか、うん、あんまこの形じゃ普通は泣けないけどね、うん、そうですね。さあドラを重ねていく、あえて古川さんに対して泣きで対抗っていうのも、いやー、ちょっとかなわないですよ、それは。かなわないですよ。ドラ食い取っちゃうよ、そうすると、ね、ちゃんぽんして。本当だ、確かに。さすがに古川ウーマンは泣きませんでしたね。あ、でも泣いてもおかしくないな、結構、ヤンパーマン切れてますけど。あ、泣かないんですね。もう一メンツ、やっぱ総塚、もう一メンツがちょっと行方が分かんないんじゃないのかな。ヤンパーマンは、あ、我慢する、我慢する。なんだ、これは古川なのか、本当に。うわ。イーシャンテン、グケ、スーソか、スーソ切って目いっぱい、うわー、もうリャンパーマンがほとんどない、もうスッチーピンも薄いし、ほんとですね、パーピンはローピンはないし、パーピンが1枚、いやー、なんかこういうパーピンよくな、積もったりするんだよな、恐ろしい、恐ろしいです、こんなの積もったら3ピンで、あ、まあまあ数ピンの三枚切れか、受け入れは一応あるっていうことですね。とはいえね、リャンパーマンだけ固定しちゃう手はあったよね。そうですね、ありますね。ただリャンパーマンがかなり薄いんじゃないですか。でもウーマンなしのパーマンなし、ピンズも全部受けよ、うん、あ、ピンチーピンってこと、ウーピンあるな、ローピン打つ、ローピン、リャンパーマン2度受けになって、まあ二度受けでもないか、シャンポン系があるから、まあ、そうすると、まあ、もう一回ローピン、あ、今野が形式転敗ですよ、うん、珍しいこともあるじゃないですか、サブローピンめっちゃ薄かったけど、ジュンちゃんじゃない、ジュンちゃん、ジュンちゃんテンパってる、ジュンちゃんのジュンちゃん、柴さん言ってくださいよ、そういうの、すいません、ジュンちゃんテンパってますよ、ジュンちゃんを一番実況したいとこじゃないですか、それそ、ね、いつの間にテンパったんだ、なんか藤島さんの話してたら、ね、テンパってましたね、藤島さんが悪い、カンパーソーは1枚あるんじゃない、パイチ手配に2枚、うん、さあ来たぞ、西川純ちゃんイーペーコー、うわ、うわ、うわ、やばいやばい、これはやばい、うわーきつい、決まった決まったぞ、西川ついに決めてきた、西川純ちゃんイーペーコー8000の上がり、久々に決めましたよ、必殺技の純ちゃんを、
いや杉浦もねパーピンがドラじゃなければもう全然違う手組になってるんですけどね、うんうんうん、パーピン切ったら振るかポンだし西川さん後半身になっちゃいましたね、はい、これで西川と杉浦の差が約50ポイントですから、うん、今日でね直対50ポイントっていうのは結構変わる可能性ありますからね、うん、気の気じゃないよねこんなの、はい、柴田さんあんまりね残留争いに慣れてないんでわからないと思いますが気持ちは、去年一生懸命去年はそうです勉強しましたよ、ね、去年ぐらいですからさあトン3曲今野のエヴァンドラはスーピンジラバヤワンのコンの自敗がね、うん、バラバラっとありますね西川はソーズで一メンツ杉浦はメンツなしドラ受けはある、うん、古川も、まあ、ピンフ系の手配でしょうか、うん、いいですねいいシャンテンですよドラが数ピンなので3ピンというわけにはいかないか、うん、かな、うん本当は全部切っていきたいぐらいの気持ちだったんでしょうけどね。ソーズの本一にっていうことですか。ドラ引きかソーズの本一かっていうのが。柴田さんこれ白ポンテンは取りますか。誰西川さんの。西川さん。どっちかなと僕は取りそうです。はい、取りそう引きもあるんで。ほう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 はい、そうですね三面ちゃんの変化がある。うんうん678よりは僕ドラ引き狙うんでローピンツもいっちゃうかな多分これおなるほど結構分かれそうですね今の3ピンとローピンまあどっちか切るんでしょうけど、うんうんまあ、これもちょっと痛い気もするけど難しいですねそうですね3色なのかドラなのか西川は3色見そうだな僕は白ドラ1をメインでいくんでそうです、はい、そう人によって分かれますねそうですねさんってさっき西川さん面前で決めてるじゃないですか、うん、なので次簡単な軽い動きをしないとかそういう考えの持ち主ではなかったんでしたっけあもちろんありますよありますか、うん、あるけど この手はもう高くもならないしやりすぎとやらなすぎと、うん、なんかちょうど境ではいドラもないしっていうところですよねそうですね、うん、これドライチャーとはまた違う選択なんですけどね、うん、確かにで次の親番はこの展望を生かしてもっとね、はい、やりたくなるけど。トン4曲の親番ですね、うん、西川。さあ、親番の今野はメンツができない。ただ西川も勘チーソーがあと1枚しかないですね。うん、現状、チーソー引いても、白引いても僕はリーチしないからな。あの闇天に。一通のイースーチーソーとかだったら打つけどあチーソービッから変化いっぱいあるもんねそうです ね, ねうわあまあまあこれは闇点はい、うん、ウーソービッが一番嬉しいまあ急ソービッとかでもいいですよね、うん、テンパネする分急ソーの方が嬉しいかもしれないですよおおこっからそういう考えはないかあテンパネは別に偉くない僕はねそこまで好きじゃないですすいませんさあ勘違いそう山にあと1枚ちょっと手に勢いを感じないね杉浦さんの白髪ハズってのがなんか手に勢いを感じないっていうのはね、うん、非常にいい表現で、うん、なんかそう思いますよねはい逆に西川なんかはちょっと勢い感じるんじゃないですか白眼子になってただ町が変わらないかスーピン引いたらちょっと痛いだろうなスーピン引いたら痛いですね、うん、どうするこれだローピン切ってればおそらく E スーピンってリーチになってそうですよねどうなのかな E ピン3枚切れでねまあリーチも全然あるんですけどねどうするさあシャンポンでリーチだリーチなんだもうこれやってやるぜって感じだよね気合が感じられますねパーソー9層は山に1枚うんさあ杉浦もなんか伸びてきましたねいたよローマンスーピンと引いていいシャンテンこれローソーが現物か。うん。何もでもないですからね。ルカさん硬いねここで。ルカは関数満点牌役なしです。でもパーソー急走いるね。一枚だけ。一枚か。一枚だけです。杉浦さんウーソー引いたら危ないのか。ウーソー引いたらまたあのパーソーで補充、うん。これは何かを感じざるを得ないぞ。確かに。
そうだね。あ、小さくなった。これはもう分かりました。もう分かっちゃった。嘘を引きそ、そうそう、あ、これは熱々、ね、嘘を引きそうって言ったら嘘なんだな。1枚あるか。さあ、イースマンはフリテン、今の天敗は難しそうだ。さあ、急走あと1枚、うん、ね、今野さんの位置が一番やりにくいよな、ポイント的にいいですか。うん、巻き込まれたくないもんな。結構大負けすると、西川、杉浦、今野と同じぐらいのポイント差なんですよね。50ポイントずつ離れている。杉浦カンチーソは順からです。天敗両毛記3人天敗ですね。ローソーローソーローソー。さあ、急走が1枚あるぞ。まあ、ここ止まるよね。急走、急走ローソーを切ればいいわけですからね。無筋か、まあ、数万、うん、6万が早くてみたいな、2万がワンチャンスみたいな、切っていく。2万は取ってるのかな。2万取ってないか。さあ、3人転廃か。西川廃手ありますよ。これ急走がある。いない。さあ、龍局は3人転廃。杉浦も最後の手番で数万を押していきました、うん、今野さんが嫌な感じになっちゃうね、はい、嫌な感じですね。今野からしても今日含めてあと4節対局がありますので、うん、まあ今日負けてもいいと言えばいいんだけど、勝ちたいですよね。そうね、一桁でもいいから勝って楽になりたい、うん、っていうか負けた時ってあのマイナスにとか勝っちゃう、ね、そうですね。古川じゃなければ、うん、杉浦か西川が来るわけですから、それは嫌ですね、今野からすると。だから数字はね、西川さんと今野さんで100ポイント離れてるけど、多分それ以上のプレッシャーを感じてると思うんですよね、はい、うーん、ドランコちょっとこれはずるい。これは嘘だって。嘘からそんなのあり、役できてるんですよ、うん、嘘嘘だよ、すごくない。ドラム勘違いしてないね、吐くとね。してないでしょう。してないよね、これドラム吐く。すごい。いや、いいシャンテンだけど、いいシャンテンだけど、これあれだね、チュンと一緒に、チュンあんこか、チュンあんこに見えない、ね、見えないですよ、全然見えない、うん、それもあるのかな。これペンチーソーチーとかしたら、そう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 、中あんこなんか全然ないですよ。見えない見えない。まだ遠い仕掛けかと思っちゃう、ね、思いますよね。またって失礼だけど、また、まあ今のかなり失礼なね、柴田さん出てますよ。思いが言葉に出ちゃってますよ、柴田さん。で打ってたら思っちゃう、はい、まあまあそうですね、思うのは自由ですから。釣られちゃうよね、これは。でしかもチーソーが出ないか、これで出ないか。うわうわ、食い逃しから。本当ですか。ちょっとこれはなんか、まあ、あの白鳥がやってて解説が瀬戸熊さんだったら完全に逮捕されてますよね。これは昔古川さんは食い逃ししないっていうね、はい、ことを解説で望月さんが言ってたんですけど、めっちゃしてますね、すげえ昔。そうなんですよね、はい、変えてきましたか。変えてきた、恐ろしいね、はい、ここでまだ変えれる古川さんも。あ、これは9万9万に行きたいですね、単品にベーコンまで。さあ、西川大チャンス、スキーラいいシャンテン、ね、うわー、これは何、これ、これも新手のサーフィンですよね。いやそうだよね、進化する。いや、ちょっといいピンだって4枚あるし、うわこれはやばい。西川杉浦は止まる、絶対止まらない、絶対と言っていい、手がいいですもん、絶対止まらないです。いいシャンテン、若干手が良くなる。うわすごいな、いいピン4枚、いいピン4枚、数ピンは2枚ある、6枚もあるよ、ドラさんの天敗。あー、今度もこれでいい数ピン止まらなくなっちゃった。もうロシアンルーレット、誰が古川の餌食になるか、これは怖い。もうなんか最近このレジェンド世代が強すぎるからやばいですよ。
ね、この最終形になる人な、あ、まあいるか、いや、いないじゃないですか。でもそうだよね、ウーピン地位から入らないですもんね。でもなんかちょっと本一っぽいけど、ハクナとパーソーですからね、うん、本一じゃなさそう。何やってんのかなと思うよね。はい、あ、これで6球ピニルーデュカンスケ、カンスケ一巡止まるね。一巡、そうですね、多分パーソーパーソーと並べにいる分ね、そうですけど、うん、うわっ、これは止まりようがない。でもちょっとやっぱりポン、いや無理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 、うんうんうんって、うんうん、ドランコ高い、7700は8000ドランコで、なそのウーソウーソレンソって何ですか。仕掛け出しは統一に見えるちゃうかもね、最初の序盤の試合は。統一にも見えないけどな、うん、統一ありますよね。でも、まあ、アンコはちょっと想定できない、ね、切り出しにはちょっと見えないだろうね。古川チュンドラさん、7700は8000の上がりで難入です。で、あの手順、あの手順はもう古川にしか踏めない、間違いない、うん、使わなくてよかった杉浦、うん、今野さんの方がホッとしてる。ああ、そうですね、全員切ってましたから今、イースピン、そうしすぎるぞ。さあ、南極はドラチーマン、なんだかんだで古川の一人行きです。西川がトンシャーは両方高瀬、うん、役にはならない牌です。杉浦初が統一のチーピンガンコ、ドラが7万ですからね、はい、一応本一遠くにあるけど、うん、7万を軸に作って全部くな切っていくっていうことはないかもしれない、うん、ね、これ難しいですよね、初を1枚目から泣くか、うん、泣きそうだけどな、うん、どうするかな、泣かないとこのハンちゃんずっとじっとしちゃうような感じもするからな、ね、ちょっと先手取っていきたい気持ちもありそうですが、うん、泣いて何を切るのもね、うん、まあ、ストレートに組むんじゃないかな、チュンカウピ、うん、ドラ1で、あ、パーピンマンコ、ちょっとメンズやりたくない、ね、3万とかあるの。あ、でもマンズの下安いか、なんか考える、考えろと答え出なくなるからね、今のは出ないですね、うん、打点も欲しいけどやっぱり上がりが欲しいんじゃないのかな、まずは今は、はい、うん、その次第で面白いね、ハツとか引くだけでね、ハツ引いたらもう3アンコできますからね、うん、サーフィン返し、サーフィン返し、ハツ引いてサーフィン返しね、3アンコできてるとかからしかしたりして短期待ちとか、ね、そんなことは分かんないけど、あ、これシンプルにシャンテン組んでいきますね、難を切っていく、あ、これは厄介だ、まあ、打ちたくないな、リーチ、リーチか、打ちましたか、まあ、数万よしっていうことですよ ね、 そうね、5万が見えてる分よく見えたんでしょうね、うん、5万が3枚見えということで、うん、実際数万はいいんじゃないですか、全部山だ、4枚山合ってますよ、杉浦テンパね、カン、あ、これ面白いね、やばい、リーチドライチですよね、うん、60分ぐらい、5800、現状出上がり5800、うん、積もると3200オール、ここ、はい、でも初も山にいた、あ、初は違うか、1枚古川さんが持ってるんだね、1枚山ですか、うん、まあ、シャンポン手がありは若干弱いっていうのもありますよね、ウーマンがないだけに、そうだね、ならばストレート、ストレート勝負、上がると景色変わるだろうね、うん、大きいですよ、あ、今野さんも、今野も引きましたね、これで、あれ西川が、これは振り点です、振り点なの、5万、5万切っとる、か、5万を切っとります、5万さえ合えばリーチして、今積もってたかもしれないけど、
そうは言ってもしょうがない。4倍見えてる2万いきましたね。なるほど。ね、本当だ。4万結構見えてますよね。うん、さあ西川からするとドラも、うわー数万積も上がりは杉浦。リーチ積もドラ1、3200オール。50分でございます。これは嬉しいや。嬉しいですね。嬉しい、これは嬉しい。さあ杉浦、古川に続く2番手に浮上。南一局一本馬ドラはトンです。まあ一目つか悪くないですね。そうですね、はい、でもそうよく見えますよね、ピン系。さあ古川はドラのトンが1枚。いやちょっと今日今野のハイパイが悪いですよ。うん、そうだね、置いてけぼりの感じしますね、はい、上がりがない。ない。しか何が統一、バカゼの何が統一、想図で、想図と自配で4統一ありますね。これはちょっと面白そうだ。自配、何統一でしたっけ。何統一です、はい。仕掛けもあるのかな。仕掛けもあるかもしれないですね。ポンポンポンで。うんうんうん。です。今野さんがな、いまいちこれだと、うん、ね、手広くも構えにくいだろうな、いう手配っていうのは。そうですね。うん、自敗も切っていくわけにはいかないので、ちょっとまだ、まあ、この曲はお休みかなっていう手配ですよね、うん、さあとなると注目は西川です。これは本一チートイあたり、そうですね、うん、ドラ持ってきてしまいましたから、あとは杉浦が単品系。難は動きません。西川1枚目はスルーしていく。合わせられたらどうだ、うんね、でも親の見物だから引っ張る。合わせられた、ね、泣かない、もうチート言ってた、うん、西川といえば純ちゃんとチートイツで勝負してくるタイプですから、ね、チートイツは任せてくれ。そこにリーチを織り交ぜてくるからなかなかね、はい、もうチートイのみのリーチもバンバン打ってきますからね、うん、西川か柴田かぐらいね。僕はあんま上がれないです。西川さんほど上がってない。確かに西川の方が上がってるイメージはありますけど、うん、でも柴さんも結構好きですよね、チートイのリーチ。うん、打ちたくなっちゃうんだよね。わ、うん、かりますよ。なんだろうね、あれはね。やっぱまあ単純に、ね、積もると大きいですもんね、うん、出上がり1600が積もると6400点になるわけですから、うん、最低でも、うん、そうですね。ドイツはいい役ですよね。さあ今のマダリアンシャンテンです。ヒーターピーシャンテン、もうバレてもいいって感じですもんね、チートよね。今回のはリーチまであるんじゃないか。しかもトンのリーチはね、うん、どうですか、あるかもしれないけど、でも一緒なんだよ、トンの確かメンホンチートイドラドラってね、出上がりが変わるだけなんですよね、うん、リーチして出るってよっぽどですから、まあ闇天の方が硬いですけど ね闇天ならでファンパイでもないですから、うん、古川ぐらいの、あららら、ダメだ、重なった。これは三層かイーマンか三層切り、うん、さあ西川トンあと1枚だ。メンツテはでも難がないから難しいぞ、うん、何かあんこにならないとね。はい、しごろでスリムに構えましたか、杉浦ですね、うん、さあ西川どうだ、違う、あ決めるか、決めるんでしょうね、初が多分1枚、あサブラソナ、ね、ないか、初はない、うん、
古川さんの三蔵統一王としてはちょっと気持ち悪いかな。あ、じゃあ何が統一なのみたいなところがあって、三蔵って結構ね強烈だから、はい、まあ、マンズの本一とかはあるかもしれないけど、うん、あんまり思いつかないよね。さすがテンパ入れましたよ。2つの相手スチーピン待ち。あーチーピンだこれは、うん、あーこれは結構打たれそうですね。うん、なんか仕掛け出し、まあ、実際サブロスは、まあ、4枚目だったんだけど、はい、観客にしては珍しい。うん、そうです ね仕掛け。あ、これ嘘でしょ。嘘だろ。嘘だよ自分で自信来てるけどね、すごいね。1500ぐらいっていうことはしないんだね、古川さんね。まあまあ確かに街はねピンズっぽいですよ。うん、確かにマンズの払い方とね、サブローピンかリャムピンか、確かにスッチーピンか分かんないけど、マンズソーズって泣いたらね。うん、テンパイこれ無理でしょ。いや、これは無理、これは無理、これはね無理ですよね。すごいパパパ伏せんの早かった、はい、すいませんでしたみたいないやいや普通ですから、悪くない。そう、全然その前に打ってるよ。ですから普通はね、いいマン切りのとこでチーピン打っちゃいますけどね。うん、打っちゃうから粘って、パーピン、ローピンはいけないかな。ローピンも通ってないですから ね、 そうだよね。ローピン通ってればまだパーピン、ローピンっていう選択はあったかもしれないですけど、かっこいいね。うん、さあ杉浦が単野を1500は1800で連チャンです。9が統一だ。9が、あ、イソドロドロじゃん。本当だね。で、ジュンちゃん、ジュンちゃんドロドロ、トンは頼りたいからね。トンは打ちたくないけど、ジュンちゃんも消したくないというところで、パーピンターツあるんだよ。そうですよね。三道湖はねドラ票だからね。さすがに無理があると。ちょっと難しいな。ドラドラ生かしたい。うん、ドラドラ生かしたい。うん、いやーでもこれ数ピンとかあっていくわけにはいかないですもんね。ルカはイーシャンテンです。いやでもこれはさすがに親落ちたっぽいですよ。うん、みんないいですもん。あ、本当だ。西川もイーシャンテン。古川さんとかなんか関助君の手は一直線順ちゃん。あんまりドラドラに未練がないみたいな。なあ、確かに。組んだりするよね。数ピンからとか打ってきそうですよね。ね、うん、ドラアンコになった。杉浦もリーチ手順になっていきそうです。うん、ドラがねちょっとね、まあマリアンスを引いたらシャンポンか。さあいいですよ、スーピンかトンか。ここはトン切っていく。行きました、ね、さあ振るかテンパイ。あ、びっくりした、リーチかと思いましたね今。こんなに前原でも打つかどうかの一枚切れのペンカンチーピン。あ、これはシャンポンでリーチ。あ、チュン2枚切れ。あ、なるほど。チュン2枚スルーしていた西川。さあここはリャンソー待ちでリーチに行きました。今度リャンソー浮いている、浮いていた。リーチドラ1、2600は3200、西川の上がりです。なんか今の26って痛いよね。わかりますね、26って ねこういう26は効いてくるんですよね、こういう状況の。痛い時と痛くない時があってね。はい、痛いね。柴田さんが5万点持ってて26ったって全然痛くないですもんね。そうね、うん、まあ僕がっていうか5万点持ってた時の26が痛くない、はい、こういうトータルポイントもちょっとありますけど、まあ今のこのハンちゃんの持ち点がやっぱり一番大きいですよ ね。 そうですね。しかもまだ上がりがないとところで、ちょっと今自信が、うん、はい、一旦手配を伏せますね。はい、はい、少々お待ちください。さあ、はい、皆さん大丈夫でしょうか。うん、今ここ、
は東京都新宿区ですが、震度2ぐらいの揺れがありましたけれども、うん、大丈夫でしょうか皆さん。あ、再開するみたいですね。はい、再開されました、うん、さあドラワウーマン、もしかしたらどこかで大きい地震かもしれないんで、なるほど、大丈夫そうですかね。さあ西川ドラの万引き、古川さんはチュンを泣くんですよね。古川の手配、チュンが統一ですね。ジャンと泣くなりますよ。一日さんもありますよ、ね、ドラ浮いてますよ。泣かない理由ばっかり。そうなんですよね、はい、泣かない理由いっぱいあるんですよね。はい、柴田さん泣かないですか。僕これさすがに泣けないな。これは泣かない。3万7千持ちでしょ、しかも。はい、うん、あ、うん、これは数ピン打ちたいですよ。違う、ドラか形かみたいな。あ、じゃあ泣くかもね。これは泣いてドラ切りっぽいじゃないですか。いや、これイーマンって結構打てないですよ、この公式ルール。特に数ピン切りが多そうよね。数ピン切りですよね、うん。で5万切って関連マンとか、なんか気持ちよくなっちゃう、はい、いいですね。これね、3万匹一番嬉しいですよね。3万匹、これはもらったみたいなリーチが打てますけど、2万匹だとね、ちょっとまだかなりますけど、これはくっつきですね、テンパイ取らず、ね、さあ古川のこの一打、イーマン切りっていうのは非常に面白い一打ですけど、ではまあ、まあまあどっちみちリーチになりそう。サーブローマンかなり薄い、ローマン1枚と3枚1枚、あ、ごめんなさい、3枚2枚か、3山です。どうでしょうかね。薄いんだよね。薄いです。3、まあ3枚、この順目で3枚ですから若干薄いというところですが、他3選手もまずまず手形整ってますから、押し返しがあるかもしれない。サブローピン行ってる、西川行っとる、結構切りづらいですけどね、サブローピンも。でもあの手はね、切るべきかなって僕は。ドラがあるな、ドラが2枚あるから、サブローマン引いたら西川面白いぞ。だから3つも見えてきた。イーマン現物ですからね、パイ効率だけで言えばイーマンつもぎりが手広いんですが、ローピンもワンチャンス、パーピンが3枚見え。ただね、2枚引いて4枚いけるのかってなっちゃうから、はい、じゃあ4枚いき、ね、4万勝負もあるんだね、これで4万引いたら。4万は怖いよね。4万は、まあまあこれで、うん、こういう4万当たるもんね。当たりますよ、これでも当たりますから。ここはさすがに今、まあ、さあサブロマンまだ3枚あります、うん、でもこういうドラ表のツモってなんか感触いい、ね、いや分かりますよ、上がれるなと思っちゃうけどね、はい、やってたら一番嬉しいですよね、ドラが出ずに、うんうん、両面になる、なるわけですから。なんか表示牌の1個下の町っていいよね。はい、わかります、ね、表示牌の町、ね、これで言うとサブローマンですよね。そうよね、こういう時のスッチマンはちょっと嫌な、嫌ですもんね、これは、うん、よく使われがちでね、はい、おー来たぞ、来た、これは勝負だ、通ってないけど、うん、追っかけリーチ、リャンマン、ドラが2枚ある、あるんだ。でリャンマンがおそらく2枚じゃないか、 これで1枚、3対2です。当たり牌1枚吸収したのは大きいぞ。しかしドラがあるっていうのは不吉よね。ドラがあるわね。さあ古川の町は3枚1枚、ローマン1枚、西川ウーマン2枚とリャンマンが1枚。あら、杉浦は今現物ある。うーん、リャンマンだ、安めですが、ここは西川が押し切った。
いやナイス押し返し、サブローピント押し返して、最後パーソー無筋を切ってのリーチ、リーチピンフドライチで3900の上がりです。西川ソーズ相当嫌だったと思うんですよね、西川さん ねやっぱり4万が、ね、自分で3枚見えてるからソーズにマッチに見えてると思うんで、はい、あそこはおっ5、6で取っちゃったのかな、なるほど、はい、で見てないので、見てないので、はい、正規の5で、さあ何三局か、今度の4番ドラバッシャー、ここまで苦しいですよ、今野。うん、苦しい。何をしたってわけではないけど、はい、苦しいよね。体は大きいのに全く目立っていないぞ、このハンちゃん。あれ？いやいや、これね、見返した時ね、古橋めって思うんだよ、僕はね。それ乗らないことによって、そう柴田は乗ってないなみたいなので、今野さんの印象を上げようとしてますね、さては。今野さんって。危ない危ない。うん、怒らないですよ、そんなことは。多分。怒られたこと僕はないです。まあ、あんな調子乗ってると、そうね、不真面目なのはね、え、不真面目なのはね、あ、不真面目なのはよくですね、うん、はい、さあ、ドラマシャーとなっておりますが、今回は杉浦がいいですね、ウルカもいいか、まず親番の今度は一メンツなんとかなりそうではあるが、初切って目いっぱい、西川トンガンコで、まあ3色つけたい、カンスケ君どうするかな、泣くのかな、単4の仕掛け、うーん行きたいけどね、1個ポンできてももう1個のポンちょっときつそうですけど、ポン点まで引っ張るのかな、1枚引いて、はい、スッチーマン引きとかも嬉しいですからね、どうするんでしょうか、そして親番のコンの、うーん、これはちょっと痛いか、きたー、うん、あっさり転敗、あっさり役割転敗、親の現物待ち、一手狩りみたいよね、みたいです、刺し子三色、フリテンリーチの構えですか、あれは、あれ西川ちょっと次出ますけど、ドラのシャツも切り込んの両ピンを変なところに入れている、これはもう刺し子しか見てねえぞみたいな、まあ、手代わりあった時に両ピン上がります、嫌なんでしょうね、左から切る、はい、うーん、先点です、ピンフ、うん、まあまあまあ3万点持ってますし、うんうん、さあ今野の親番はわずか6順で終わってしまった、そうですね、これはきついぞ、現状一人沈み、全くもうだって誰が打っても今野の手ところはこうなっちゃいそうですよ、そうですね、なんか漫画の違いは脇でやっててね、はい、本田さんね、そんなに大きい方ではないんだけど、じわじわと持ってきちゃいました ね、今回、うわ、ヤクヤク統一だ、初春統一の一メンツドライチ、しかもいいですよ、これは、あ、次がめっちゃいい、いいシャンテン、いいシャンテン、ダブリチャンス、ダブリならず、すごいいいシャンテンだよね、いいピン引いたらこれちゃんと3色ですよ、うん、あ、でもいいピンない、ないの、1枚か、フルカに2枚とドラヒョウ1枚、トップは現状西川さん、西川ですね、はい、なんすけどリーチもあるよね、うわ、これはどうですか、でも西川とは3000点差、リーチ打てばどっから出ても原点、闇もあるか、リーチ打ちたいけど9ピンね、2枚切られてるの嫌ですね、気持ち悪いよね、こういうのね、2ピン欲しかった、20名分かんないけども、これ9ピンは処理されてんなっていう感じですもんね、うん、いや結構嫌ですけど、まあ杉浦はここは腹をくくってリーチに行きましたよ、古川、うん、さん現物じゃなくて E ピンの方を打ったんだね、表示牌の方、本当だ、現物パーマンありますからね、うん、パーマン打っても続かないっていうことですよね、だったらある程度前に出ていく E ピン切りと、うんね、西川さん仕掛け回数があるのかな、ドラゲンピン余ってるしな、そうか、難しいね、8、7っていくのかな、パーマン現物ですからね、8、
87っていきそう、マンズの87いきそう。24って切るほどの手じゃない。ああ、これはもう自敗にしますか。うん、自敗にしたいかな。リャンピンドラですもんね。はい。でチーソーパーソンも無筋だったら初チューンどっちか。コア初。ちょっとキューピーの景色良くなった感じですか。おお、ちょっと良くなりましたよ。パーピンがね。これは打たれそうだな。でも、うん、西川さんが行けば行くほど9ピン出やすくなっちゃうからね。はい、現物、あ、でもこれウーマンが現物も振るから現物あるじゃ打たないかな。いいピンは通ってる。振るかの現物持つか自敗を持つかっていうところですね。そうですね。ローマン打ったっていうことは9ピンも相当打たなそうだけど、天敗、ね、リーチになるともう次9ピンだぞ。これはいよいよリーチ考えてますね。数ピン切って打たずとかあるの。あ、ないよね。それはないね。いいピン切って打たずでしたね、はい、いいピン現物ですもんね。スピン切るとほらチャンタのいいシャンテン。そうか。しかし古川さんすごいな。これいいピン切ってるからこの余力の5万6万がね、そうですね、生きてくるっていう感じで、はい、ただ次はまだベタ折りなら数ピンがある。もう打たないでしょこれ。まだあるのか。酸素もあるのかね。酸素、そうか、西川が通してる。うわ、詰まった。おー、西川が勝ちましたよ。スモドライチで1000オール。次裏闇点だったらっていうのはちょっとありそうですね。いや、ないんじゃないですか。闇点だと、まあね、西川さん相手にってあるけど、どうなんですか。西川さんをさ、はい、ね、まくるためにリーチ打ってるわけだからね、苦しめようと思って ね、うん、ここの、そうか、直体ですもんね。西川さんを楽させないためにリーチ打ったんだけど、はい、それがね、うん、打ちたいかな。打ちたいは打ちたいですよね、うん、ただやっぱその麻雀の本質的な部分を考えるとどうですか。9ピンがね、わずか2巡目で2枚切られていて、 それ本質、そのタイミングで6、9ピン待ちになるわけじゃないですか。嫌、ね、ですよね。嫌な感じっていうのは確かにあったと思います。ありますよね、当然、うん、間が悪いっていうかさ、うん、ね、当然数字上でも、ね、両面なら一番悪い待ちなわけですから、うんうんうん、2枚出てる分、ね、2枚出てる分ね、それをね、どう捉えるかですけど。さあ気を取り直して、うん、ドラは急走、オーラス一本場、西川の連チャンです。これでいよいよ沈めなくなったね。はい、こういうのね、結構西川がね連チャンしてくるんですよね。もう怖いものないみたいな感じで来るかもね。はい、39,400 は。いやー、となると実際は怖いんだけど、今のがドラドラなんですよね、うん、古川白ポン急走打つと今の仕掛けるか。ドラで行きました、ね、仕掛けますね、うん、ジャンと一旦なくなりますが、ですもん、ね、ファンパイ頑固。ついに山が動きました。マンガン積もると3人沈みですか。はい、素点ね、大きいですからね。7000、まあ、8000点か、うん、これだと8300点。現状一人沈みですからね。そうですね、全然違いますよ。はい、さあチートイツイーシャンテンは杉浦、古川白をポンしています。これでイーシャンテンきたー、ジャントできたヤンパーピンに同桂。西川さんも来た。さあ、カンローマン急遽参戦だね。カンローマン、これ単用か。まあゴロチもあるしね。ゴロチ単用、うん、結構きついですね。でもでバイチーソー、これはすいません、西川のチーソーが危ないの。もうかなり危ない。今のは両面選択はウッパーピンを外していく。西川さんのチーソー出ない。あ、そっかそっかそっか、単用ですもんね、うん、必要な牌だ。打てないんだよな。もう何点でも打ったらダメ、ね、打ったらダメというか打ったら沈む。ローピンチーピンでしたっけ、今野さん。
そうか、パーピン払ってんだけどローピンが気持ち悪すぎてパーピン、はい、ご安全牌使う。300-500ならギリギリ耐えれる。きたー、イースマン、どうなるか、本当に難しい。西川さんはスーピードくっつきにした。いやこれは小さ危ない。あ、ゴロチで泣いたのか、なるほどな。ゴロチゴロチで泣いている。ウーソーチーで老朽層っていうのもあるんだね。はい、さあスッチーソー対イースマン、今のはこれつも上がりたい。いやイースマンでも西川さん止まんないでしょこれ。イースマン、あー天敗だ。ウーソー肩上がり、最後のドラを引っこ抜いた。また上がるんじゃないか。天敗。いや3ピンはちょっと切りやすい。どっちも狙い目っぽくないこれ。パーマンだけ全員天敗は、いやもう決着は間違いない。間違いない。誰なんだ。うわイースマン良さそう。いやイースマン結構ないですよ。ない、数万ゼロですもん。あ、そっか、ここに4チー、スッチソー、古川の上がり、300-500は400-600。杉浦原点ちょうど守りました。はい、ということで、1回戦はトップから西川、古川、杉浦、今野、以上の並びとなりました。引き続き2回戦です。